さささ、格闘ニュース。いや、わかりました。マー君、はいはい。ニュースがどんどん入ってきてますね。何ですか？何がニュース？今週のニュースは、井上尚弥。おお、はい。ボクシング、井上尚弥。なんかニュースのコメントで、名前は出してないけども、おそらくこれイ岡和人じゃないのかと思わせるような、こうちょっと 対戦したいっていうちょっと興味を示周りのファンを興味を示すようなカーテンを出したね。なるほど。井上対イオカ。イオカ。ああ、これが面白いカードですね。まあタケル対天心のまあカードというのは夢のカードというのは実現したけど、まあ井上選手を最強王者って感じするけど、うん、うん、まあイオカ選手をね、もう穴のない選手って感じですよね。確かに。あのー。 田中でちょっと苦戦すんちゃうかなっていうふうに、ん、まあ多分世間的にも見てたと思うしうん、うん、俺もそう思ってたけど、うん、もう完全に KO したから、うん、これはもう全くあのないわと、うん、まあうまいんですよねとにかくなんかこう,うまい派手さはないけども着実にこう堅実なボクシングをするってイメージですよね。うん 僕井岡選手の初世界タイトルマッチ、うん、コラーゲホール見に行ってんですよ。あ、なんか言うてたよね。うん、見に行ったって。その前にあの大阪の実家にも。あの取材に行ったことあって。<ー>そのこの頃あの t ティースの番組で。あ。仕事しているああ。うん。時で。まだ。あの時ね、二十歳くらいでしたよ。<ー>それは若くて。い、い大きかった。えー、まあ、まあ、それ実家あったんで。 まあ、チャンピオンになる前だって、うん、お父さんとお父さんとすごいまあマンツーマンでやってるような時代そうですお父さんとお母さんがいて、うん、お母さんがこう原料食を作るみたいな、うん、そんな感じの家に行ったことあるんですよへえそうなんや,いやでもあそこからこうチャンピオンになってもう、ね、ずっとチャンピオンの期間長いじゃないですか、うん、だってこう今,今までの歴代記録1位じゃないですかこの日本人で世界戦やってる回数とか。 今や格闘技とまた別でもボクシングではもう大晦日の顔やもんね、うん、よく感じてもう何年やってんですかねかなり長いですよね、うん、で4階級制覇でしたっけ確か去年の大晦日も圧倒的に強い姿を見せたしね、うん、まあ、うん、でもこのね井上 VSEO かこれが実現したらまあ面白いですねいやーまあでも俺 <laughs> の井上選手に穴ないでしょこの2人が負ける想像ってできひんねんけど、うん、その中でもやっぱり井上尚弥に関してはもう一個上をいって負ける想像ができひんかなと。うん、22戦22勝19ですよ井上選手やっぱ海外からの評価が圧倒的に高いのが井上尚弥やし。うん 世界チャンピオンとこう各団体のチャンピオンってやったじゃないですか WBSS で、うんうん、あの時にもう、ね、ドネア以外をあっという間に倒しちゃいましたもんねあっという間、ねまあ、だからまあ唯一だよね唯一こう見応え対戦相手として頑張ったのがドネアじゃないですかドネアだからもうドネアもあっという間に倒すのかなと思いきや判定で12回まで戦って、うんうん、で眼科抵抗性とかなんか 井上直弥、ね、がしたんですよね。確か、どんな感じでね。うん、拳もなんか痛めたしね。まあ、でも、あの試合くらいですもんね。んただ、あの試合も面白かったな。めちゃめちゃ、やっぱ、俺、俺も会場で見てたけど。うん、もう試合が始まる前から。このスーパースターが。やっぱ、こう入場してくると時に、その。作りもうまかった。もう二人いきなり入場と同時に。 リンングインするんじゃなくてなんかお2人ともまずお立ち台みたいなところに立ってお客さんに向かって「うわっしゃー!」みたいなのやんねん2人とも「うん、おおそっからリングインするみたいな、うん、その時点でもお客さんの興奮度マックスやったもんね<の> WBSS のこの演出がかっこいいですよねかっこよかったリングにスポットライトが当たってうん、うん、そうそうそうあれはいいっすよねあ,あれはもうほんまにかっこよかったからそれではボディーで倒すっていうのはやっぱ素晴らしいよね、うん、あの名チャンピオンにさ ボディでダウンを奪う、うん、やっぱイオカカズともボディ上うまいやんこの2人がまあ戦うかどうかなんていうのは分からんけど、うん、このすごい技術の攻防戦になるよね、うん、実際戦ったら、うん、まあそうですね<ー>でもやっぱ階級的に井上選手ももうすぐ上に上げるんじゃないですかスーパーバンタムとか 1>, 1個は上げるっていうふうにはずっと言ってもね、うん、だからこうやっぱりこうスーパーパフライの 井岡選手との対戦って難しいじゃないですか。そういう意味では。パワーに差があるよね。日本人で唯一。外国人の競合と戦ってさ。一ラウンドからもういきなり圧力かけれるので。他を見ても、井上。なおしか、俺は感じはするもんね。うん、まあ、負けるの、そう。井上選手が負けるな、想像がつかない。今のところ。<laughs> ねうん、どう、<ー>どうなったら負けるんだって。これ、あと何年、これが続くんでしょうね。ね。ね。 昔 k ワにいた武井武井君、これは武井君と話してきたんですよ。武<う>井君と井上選手の試合前に。十二ラウンド、マススパーやったらしいんですよ。うん、あ、同じジムやからね。同じジムだからうん、うん。やっぱめ、やっぱ強いっつってましたよ。マスだけど、こう、怖いような攻撃がなんか。<ー>うん、なんか、ど、どこのポジションにいても、パンチを当てられてしまうような感じがするみたい。ああ。 って,って、ね、近くなしって感じ、うん、身長165センチじゃないですか、うん、井上選手あのパッキャーももともとフライ級くらいじゃなかったですかいやめちゃめちゃ軽かったね,ね日本人でやってるもんね1回、うん、国内でそこからだってウェルターまで上げた勝っちゃいますあのオスカデラホウやと思うウェルターですよね確か、うん、そうそうそうそこまで <laughs> <laughs> 井上選手があそこまで行くのかな <laughs> いや,ーいや正直井上尚弥パ,パッケオ幻想はちょっとみんな偉大だと思うけどうん、うん、パッケオまでは無理ちゃうかなと思うわちょっとスタイルが違いますもんね、うん、パッキャオはあのやっぱなぜあそこまでこのウェルターまで行けたかってあれ出入りのスピードが半端じゃない早いからあとはあの手数手の速さ、うんうん、あれでこう勝ってったけどタイプ違いますもんねこうどっしり構えて ププレスかかけてていいくっていうタイプだからそ,、うん、そうなるとやっぱ思い、ま、重い選手に対してはやっぱあのプレスも効かなくなってくるしパンチ力も強しなくなってきま,すもん、ね、ま,ま結構やっぱ真っ向勝負になってきて、うん、多分やっぱ掲揚率も下がるしもともと拳を痛める癖とかもあるから多分もっと壁になってくると思うね体重が。うんうん、その上げていく、まあ、やっぱパッキャオは全く別物かなと。 まあ早いですもんね、エリック・モラルス戦とかで、あのノビル・パンジーもエリック・モラルスが最後ダウンしたときに、もうセコンで眠向かって、三角座りしながら、やらん、<laughs> 俺もやらんっていう、<laughs> この時に、あのエリック・モラルスが諦めたのを見た時わこれはすごいの。 すごいあれですもんね,やっ,ぱそうねやった日本人選手のコメント名前ちょっと忘れちゃいましたけど「うん、千手観音のようだった」って言ってました <laughs> <laughs> もうて手が何本何本か神様の領域いっとるからなるないやそれくらいもうパンチがもういろんなとこからポコポコポコ,ボコって出てきて <laughs> っていうコメント出してましたよこれから「パッキョ」の試合を見ることがあったら「千手観音パンチ」えやいや,いや本当ですよやっぱ 負ける気がしない。負ける気がしないっていう。ところまで行ったときに、慶応負けしたよね。え、マルケス、マルケスやったっけ?。マルケス、マルケス、ま、ま、前から。そう、カウンターで。あの時はちょっとやっぱり。びっくりしました。悲しかったね、なんか。あの、パッキャの早い踏み込みに。ちょうど、カウンター合わせたんですよ。前の目りに倒れてきましたからね。ただ、パッキャもやっぱ怖いですよね。さすがに四十三人だって。一番直近の試合見ましたけど。やっぱスピードなくなりましたよね。 昔のスピードはなくなりましたねまあそりゃそうですよね43でそりゃそうだわなスピードもっと上がってたら怖いもんなまあ井上選手もねまあこの2人の対決楽しみですねねえほんまに実現するのがわかんないですけどいや意欲かかずとも昔それこそあのスーパーチャンピオンのローマン・ゴンザレスロマゴンと 対決っていうのが夢、ドリームマッチみたいにずっと言われてた時代があったやんかうん、うん、山中伸介の試合一回まあ観戦行ったことがあってその時にロ,ロマゴンが試合しとったやんや、うん、その時に会場から「いオよかロマゴンてやれやれよか!」みたいなす「いやいいよかおらんのに <laughs> <laughs> ロマゴンから逃げるな!」みたいなずーっと言われとって。 ああそうかみんなやっぱボクシングファンはロマゴンとイオカカ克のェイを期待してるんやって思ったもんね、うん、でもあのローマン・ゴンザレスもやっぱ階級の壁に苦労しましたよねやっぱり、うん、やっぱこう軽い階級の時はものすごい強さを見せ,見せてたけどうん、うん、やっぱり階級上げるごとにこうねなかなか厳しくなってきましたもんね、うん、そうそうそうやっぱこうボクシングって階級細かいから、うん、やっぱその階級の壁っていうのものすごいす、ね、上げていくとね下下がる下がるるしねそそれこそもう、うん メイウェザーなんてどん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 階級下が上げていくにつれて経営より下がっていってポイント一旦の上でポイントアウトして勝つっていうのが逆に見てるやつからなんかポイントばっか取って逃げてるみたいなて言われて俺は大金稼ぐからいいいんだみたいなこの2人の対決がもし実現したらファイトマネーぐらいですかね数億のファイトマネーじゃないですか実現した覇すれば。 すごいチャンンピオン同士の対決やからさ、うん、だからここに来て一気になんかいろんな競技のファイトマネーがどんどん上がってません上がってるだってワンチャンピオンシップ,シップもねトーナメントで1億とかじゃないですか億じゃないですかもう、うん、だかあとあれなんですよねやっぱシステムが変わってきたんですよねもう地上波じゃなくてペーパービューなんですよね、うん、全部こうペーパービューに変わってきて、まあ、アメリカのファイトマネーがねボクシングでも巨額やったのはやっぱそこやもんね、うんうん、この間の井上選手のやつも光 TV でしたっけ確か 光カリ TV で村田選手もね今度やるのものアマゾンプライアマゾンプライやっぱそういうとそういう感じになってきてんですよね、うん、もうやっぱそれじゃないとお金がは作れないっていうテレビ局もファイトもね払えませんっていう状態になってきてるから、ね、まあやっぱこう地上波でやったらこう日本国内でのやっぱこう知名度っていうのは上がり方ってやっぱすごいとは思うんですけど、うん、やっぱ見てる数が違うじゃないですか、うん、とはいえやっぱり俺は金稼いだもん勝ちだと思うんですよ <laughs> ややりたいと思うな <laughs> やりたたいいとと思思な。な、うん。俺らもそうやけどさ、うん、か他かのスポーツもね選手寿命って競技によって違うと思うけど格闘技なんて最も短いやんか、うん、チャンピオンにまで上り詰めれる選手はその短い間にいかに稼ぐかっていうね、うん、ところで。 やっぱそれに憧れるというかね、うん、それに俺もああなりたいと思わせる力がないとあかんからそれに憧れてこうどんどんね選手層が広がっていくっていうのがやっぱこうそういうことですそういうふうにしていかないとってことですね,ね、まあ、まずボクシングなんてほんまにはやりしたりもなくずっと同じ位置づけでその中ですごいスーパースターが現れるかどうかっていうところでやってきてるもう過去たる団体競技であるから。師が 日本人のボクサーの世界戦で初めてのミリオンダラーミリオンファイトっていうか、うん、やったわけやけどすごいよね、そこからもうこんだけ額が上がってるんやもんね昔はねもう防何回防衛できるかでお金がたまっていくかみたいな時代だけど、うん、もう今はそ1回のファイトマネーが大きくなってきたよね、うん、いい時代です、格闘技。うん 長かったな、今の。<laughs> <laughs>